今回はミレニアムの中央突破、あの一手が戦局を動かしたに対する反応集をご紹介します。一撃で艦ぶっ壊す威力の秘宝を持った戦艦が陽電秘宝すら受け止める装甲を展開しながら、当然のように雑魚処理しつつ超高速で突っ込んでくるって旗から見たらすげえ恐怖映像だな。おい、陽電秘宝自体はモビルアーマーとかに横リフレクターとかあるし、戦艦にああいうバリアやアルテミスの傘の小型版みたいなのが実装されてないのが不思議なぐらいだし、あの巨体で敵艦隊の射線を管理した回避挙動してるし、当たったとしても装甲圧のある部位で、しかも同じ部位のビーム連続被弾を避けてる。そんなんをやりながら、空中戦の基本である速度のある機体は攻防ともに優れる、を守ってほとんど減速しねえ。キルスコアだけ数えればモビルスーツのキルを除けば単艦で、同クラスの火力を持つ戦艦を3桁いかないかなぐらい落としてる。そんで注力してたら後ろから置きミサイル土管よ、アンチビーム爆雷とセットで巻かれたせいで判別も難しいし、回避もしないだと。あのシーン、陽電飛行以外のビームは外れてるけど、逆に言えば陽電飛行を回避する軌道を取ったら当たるように置かれてるんだよね。しかも地球からずっと加速し続けて敵艦隊のど真ん中を一気に突き抜けられるほどの速度、回避運動を取ると減速する羽目になるので、そこで一気に包囲される危険性が高まるんだよね。だからマジであそこを避けも減速もせず正面から突き抜けて、一気にファウンデーション艦隊の後方へと駆け抜けたのはマジで英断だった。確かあの時ファウンデーション艦隊は、クロネウイングフォーメーション括弧おそらく核翼の陣を展開して待ち構えてたから、ちょっとでも突破に手間取ると包囲されるし。あれって核翼だったんだ。中央ぶち抜いたらケツ掘り放題だし、両翼の河川が本陣に重なるから、単に反転して攻撃するわけにはいかなくなっとる。いや待てや、本陣ぶち抜くって上杉謙信か。我に秘策あり。改めて聞くとえげつない戦法使ってるな。劇場で見た時は敵の攻撃を突破して砲撃からの撃破と思ってたシーンで、よく見たらすごい速さで落とした敵艦の近くを通り過ぎてて怖ってなったわ。誘導砲のおかげで死角もないしな。最強の艦長かっこ眉、最強の操舵士かっこノイマン、最強の砲撃手兼技術者かっこハインラインが揃った最新鋭の戦艦だ。面構えが違う。改めてドリームチームだな。一見頼りないアーサーですら、あのミネルヴァの副長として全体戦を経験してるからな。まさしくドリームチーム。この絵さんが副長やってくれたおかげで防御面もオッケー。ただの迎撃機銃ですら、弾一発すら弾幕の見せ玉とかして弾にせず、キルカウントにしてやると言わんばかりのタップ打ちの殺意がバカほど怖い。アームズ砲と見たく訓練された軍人の連携で効率よく動かす、ニュータイプ専用モビルアーマーみたいなもんだよミレニアム。てかジャガンナーとのナスカ級の近距離手法食らって無傷はやべえよ。ファウンデーションの戦艦が一発で沈んでいくからなおさら。でもナスカ級がガツンとぶつかればヤバいってのもあって、あそこ実は最大のピンチだったんだよね。弾火切ってぶつけてでも落とすと宣言した矢先、敵の方がぶつけてでも落としに来るっていう。しかもイザークとディアッカが間に合わなければ、無印時代よりはるかに腕が上がったノイマンとそれに応えられるミレニアムですら衝突不可避だから、ジャガンナートの執念を恐るべきかな。敵艦隊をバカスカ落としてる時の艦橋の様子ってあまり書かれなかったけど、やっぱりあの戦闘艦橋からマリューさんがガンガン指示飛ばしてたんだろうか。ジェルアーマーかっこ波動防壁とタンコイザーかっこ波動砲で、ちょっとしたヤマトみたいなもんなの。すごいよミレニアム。しかもそれを百戦錬磨のクルーが扱ってる上に、アホみたいな強さの艦載機かっこデスジニー、インパルス、ゲルググまで積んでる。環境にいた人たちは、乗ってる時はアドレナリンドバドバで、俺たちは何に乗っていたんだろうって後から冷静になりそう。ムーガレクイエム不正だ時お祭り騒ぎだったもんな。後で外部から観測されたミレニアムの動き見て、何これ怖。
ってなってそう。後から映像見返してノイマンの操縦どうなってるの？っていう感じになりそう。決勝走行なければ負けてた。決勝走行で突破した時点でラクスの生存を土台紙にすればほぼ勝ちだった。あれで敵中突破してファウンデーション側の兵力配置の構図を逆にできたのがでかいって説になるほどと思った。あそこで決勝走行なしじゃ突破は無理だろうし、それを即採用できる魔竜さんとハインラインさんよ。あれ陽電子砲を開幕ぶっ破してくれたおかげで、あの斜線上から敵艦隊が外れてくれて大穴ができてたし、陽電子砲を回避せずそれによって生まれた艦隊の穴を、そのまま突っ切ったからこそファウンデーション艦隊を一気に突き抜けられたから、マジで必要な一手だったんだよね。決勝走行による陽電子砲突破。オルフェが混乱した艦隊軍を立て直してミレニアム撃破するよりも、艦隊捨てて自分がレクイエム防衛に行かなきゃあかんって判断するぐらい、ミレニアムの暴れっぷりが凄まじかったようだしな。ファウンデーションの罪要素のでかい一つすぎる。大気圏出てからノンストップで加速しまくってるからミサイル並みの速度出てるとか、こんなん芸術界一度しかないやん。マユーさんの声がドス聞いてるから、アドレナリンドバドバで指揮最高潮状態だったんだろうなって思う。そりゃヘリオポリスからずっと乗り込んで過ごしてきて我が家みたいになってたアークエンジェルを、ろくでもない自作自演のため沈められた挙句、身内から少なくない身体的にも社会的名誉的にも傷つけられた人が出たことに対する、王法のための戦いでもあるからね。正義感とか怒りとか色々含めてアドレナリンドッパドパよ。戦艦で車や戦闘機の挙動するんですか？多少接近されたぐらいで頑張れるで蜂の巣にしてくるの無効。まあ初手で12連用電子砲なんていうか欲バカの攻撃をそのまま受け切って正面突破されてるし、こちらの作戦読まれてておきミサイルで艦隊潰されてるしで、今までの常識改めてその場その場で戦術組み替えるより、ミレニアム潰すよりレクイエム破壊しようとしてくるフリーダム潰して、大ぶった方がいいって判断そのものは間違いではない。本来コンパスで勤務してる間はアークエンジェルとミレニアムに分散してる人員が一つに集まっちゃう大事故のせいで、でもキラのラクス救出作戦中はズゴックもフリーダムも出払って、デスティニーとインパルスとゲルググだけしかいない中で、デスティニーとインパルスが艦隊とモビルスーツを荒らし切って防衛はゲルググに任せ、足りないところはミレニアム本体の火力でなんとかしますは改めて考えると無茶苦茶というか、アークエンジェルで火力支援してた経験生きてるなーって感じだ。さらに言うなら敵艦隊が思うように動けないように先にミサイルばらまいておいて、瞬間火力も水増しするっていう戦術バジルールのおまけ付きだ。あれ置きミサイル戦法っていうトラップ的側面が注目されるけど、先にミサイルを放出しておくことによって、本来ミサイル発射管の数で制限される以上の、ミサイル火力を一度に展開できる、っていう側面もまた使ったよね。陽電子砲というコズミックイラにおける最強の矛みたいな扱いを散々本編、外伝ともにしていた武装。しかもそれの12連があっさり防がれてしまったことに衝撃を受ける。12連陽電子砲発射。加減しろバカ。回避もしないだと。加減しろバカ。決勝走行なかったらノイマン総監でまたギリギリ回避をするしかなかったのか。なんなら回避運動すると必然的に敵の火力投射方向に対する投影面積が大きくなるので被弾量が増える。だが本当に真正面からグルベーグに向かって前方投影面積が最小限になるように突っ込んだから被弾も最小限で済んだ。快適時の陽電子砲弾きながら敵艦隊すり抜ける時の速度頭おかしくて笑う。決勝走行はめたいこと言えば今までのシートでこれ撃たれて直撃したら差し物アークエンジェルも無理よ。っていう攻撃を回避せずに受け切れます。っていうびっくり&頼もしさを演出する新装備だから。ダインスレイブがシード世界にある前提ならそれを受け切れる装甲を出してきてたと思うよ。
ちなみに結晶装甲自体はどうもゼロから生えてきた装備でもないっぽいんだよね。質感と展開方法的にどうも大気圏突入の時にアークエンジェルが使ってた U 字ザイジェルの発展技術っぽい。ミレニアムが小さく見えるサイズの巨大戦艦なんて、ゼロ距離一斉走車でも叩き込まないと簡単には沈まないのでは。あとレクイエムの手前までミラージュステルスで暁が接近できちゃったのがチートすぎた。あれがムーの腕によるものなら MVP だわ。ミラコロは、光学、電波その他ありとあらゆる感知手段を無効化できる強度級のチートステルス装備。で設定があるんだが、欠点として、軌道修正や加速のためにスラスター化したりするとその熱反応は隠せないからバレる。ってのがありまして、つまりあのミラコロコンテナで少なくともレーダーだかセンサーだかの、感知範囲内では一切の噴射式推進とか使わずに漂流するような形で、あのドンピシャな位置まで到達したという。不可能を可能にしすぎてる。ガーチルーのように熱の出ない低温ガス噴射である程度はバレずに制御できるはず。ネオ時代の経験も生きているんじゃない。戦艦のくせに頑張れるのおかげで訪問に資格がねえんだ。遠慮しろ。人形もクソもあるか。低温ばかりに一点突破してくるの敵から見て狂気以外感じないだろ。これファウンデーションの機関もバカみたいな量のミサイルとビーム砲で止めようとしてるのよね。減速すらしねえよこの船。ラミアス海賊団はいつだってそうしてきた。アークエンジェルで。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Let's go.